みなさんこんにちは日向坂46の石塚珠樹と山下遥と渡辺里奈ですここにくじがあるので質問に答えていきたいと思いますはいはい。じゃあ里奈さんいいですかどうぞいきますよこれあ、お。お。彼氏は彼女にするならどのメンバーおまようなどうしますうん え、じゃ、やました。いい。私は、おしめのある川田ひなさんです。ああ、いいなところ。え、なんかもう自然に、彼女感が。満載じゃない。もういるだけで、幸せになれるから。川田さんで。はい。じゃ、あ私は、富田すずさんです。富田さんの煮込み料理が食べたい。絶対美味しい。私も食べたい。ええ。ご馳走してもらいたいです。 はいと私は四期生の平岡美月です。おみっちゃん。みっちゃんをあの可愛がりたい。ああそっちなのね。年上彼女にしたい。ああ似合うかも。みっちゃんお似合いだと。お似合いかも。確かに。じゃあひなこいをプレイしている方へメッセージをお願いしますとしょりなっぴから。こうはい。確かか。はい。 ひなこいで遊んでくださってる皆さん、4期生もね、うん、登場するので、ぜひ楽しみにしていてください。はい。あそうですね。なんか本当にリアルな恋愛をしているような感覚になれるゲームアプリなので、うん、ぜひいっぱい楽しんで恋をしてください。すごいこのひなこいの撮影を通して、自分自身すっごいドキドキして楽しかったのも。 あって四期生の特徴をそれぞれ捉えていてすごく楽しくなっていると思うのでよかったらぜひプレイしてみてください。はい、はい、私たち四期生のひなこい入学をお楽しみに。以上、日向坂フォーティシックス石塚智樹と山下遥と渡辺里奈でした。バイバーイ。日向坂フォーティシックス四期生はひなこいに入学します。